皆さんモンハンやってる時何飲んでたりします？私はカフェラテ一択。朝起きてカフェラテ飲んだらもう体が起きるシステムになってるできればね、紙パックのでっかいやつあるじゃないですか、プラスチックのコップで割って牛乳と作った方が手っ取り早いですね。実家とかもね、自分の部屋に冷蔵庫を置いてたんでいやー、ついつい飲んじゃうんだよねカフェラテ。しかも冬でも冷たいやつね。1日に3本は最低飲んじゃってたね。あ、でもおすすめですよ、カルシウムも取れるしギンギラギンじゃんね。なんかもう画面がめっちゃ揺れてるし ごまきのギルド、よし。さてさて、本日もモンスターハンターワールドを始めていきたいと思います。おー、クシャテオバルファザクが出てますね。とりあえず何行こうか、クシャとか。いやだってさ、いやまあいっか、クシャ行くか。そんな好きじゃないんだよねマジで。閃光玉が結構ないときつくて、気持ち程度に持っていくか。2個出発してみるか。マーが言うと結構嬉しいんだけど、やっぱスタン取ってほしいからさ。まあでも大体ハメとかになるとみんな拡散祭りだよね。ほら来たよ、あの風がねめっちゃうざいんですよ。うわー、めっちゃギンギラギンじゃんね。じゃ踏んでるじゃん。あるものは全部使えと言われてもだな。風に気をつけてください。気をつけたいよ、風に気をつけたいけどさ、とりあえず、びっくりした。このさ、このキックやめよう。あぶらぶらぶら、風、なんかもう画面がめっちゃ揺れてるし、とにかくさ、みんな閃光玉を持ってこようねって感じなんだな。普通に野良でやるんだ。じゃないとさ、こうやってずっと飛んでんのよ。線香ないとさ、ずっと飛ばれてさ、もう近接の武器たちはさ、最悪なパターンになっちゃうから。でもさ、いつも思うんだけど、こうやってせっかく移動するじゃん。移動してすぐにさ、また同じとこに戻られる時があるわけ。それは一体何なんだって、マジで。あ、ここ、あれできるんだ。階段か。頑張れ。
私がこうやってやられてる時にさ、大輝くんがさ、鍵を送ってくれるんだよ。だからさ、続けてさ、立て続けにこう攻撃されなくて済むっていうね。さっきから大輝くん結構いい動きしてるよ、なんか。大輝くん、いいよ、こっち来なくて、そういう時だけ。ブルバスがいい、なかなか使えんな。落とされるか。ああ。ああ、巻き込まれ。一撃与えられたけど。いや、行ってきましたけど、結構かかったよ。風がやっぱりしんどいね。本当に撃ち落としたいね。光でね。じゃないと、飛んでる時間というか、眺めてる時間の方が長いから、なんか干渉してる感じの時間だったね、今は。でも、とりあえず、保留立て続けに始まるところを、まずクシャを倒したので、はい、どん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 また古竜を飼っていきたいと思います。パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ